さっきの油が絡まって非常にいいですね。今回はですね、差し迫ってきました、私の限界が、限界を超えた明太子パスタを作ります。この明太子パスタって明太子を使って作るじゃないですか。今回はですね、明太子を使わずに作ります。何を言ってるか全然わかんないと思うんですけど、これ食べた人はなんでって言いますみたいな、それぐらい明太子パスタに近いです。ケミカルキッチンみたいな感じですね。なのにもかかわらず、なんでこんな明太子パスタなのって思うぐらいの仕上がりになってると思うんで、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はもうパスタ 100g、 バター 10g、 卵1個です。これで明太子パスタ作ります。あと調味料が、まあ、豆板醤とか白だしとか鰹節とかあるんですけども、これでほとんど明太子パスタだっていうぐらいの味付けのものを作っていきます。今回は明太子を一切使わない明太子パスタ作っていくんですけども、明太子を使わない明太子パスタってどうなんだろうね。むしろお酒が一滴も入ってないリュウジと同じ感じだと思います。お酒を一滴も飲まないリュウジはいらないので飲んでいきます。さあ、水入れていく。ということで、酒を一滴も飲まないリュウジじゃいられないと。乾杯。くー。ということでですね、全くハイボール飲まないリュウジが全く明太子を使わないパスタを作っていきます。はい、それではやっていきたいと思います。まずボウル用意してください。卵1個ね。はい、でなんでこれを明太子の代わりにするかっていうと、明太子、もしくは、まあ、たらこの成分と卵黄の成分ってかなり似てるんですね。何が違うかって、粒の大きさだったりするんですよ。これうまいよ。明太子パスタなんて、ここに豆板醤、小さじ1杯の豆板醤で、これで、明太子の赤色とあのからしっぽさを出して、でこいつをよく混ぜていく。あの泡立て器でよく混ぜた方がいいです。そしてここに、油、サラダ油ですね。まあ、大体小さじ2だとこれぐらいかな。火つけたらすぐにこれ卵液入れる。冷たい状態の時に入れていかないと粒子が細かくならない。でなんかゴムベラかなんかを用意してください。で、中火で温めながらポロポロにしていく工程に行きます。どん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 、これね、固まっていきます。こういうヘラでこそぐように、はいはい、どん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 固まってきました。はい、はい、もう完全に感覚が完全にあの明太子で、ここからもう弱くね、感覚が明太子だった。完全感覚明太子です。でこれをちょっとヘラで潰しながらね、細かくしていく。明太子と卵の基礎成分が同じってことなんですね、これってね。明太子と同じぐらい、細かくはならんので、でもこうこんな感じでできるだけ粒子を細かくするように心がけて、こうちょっと卵ぶった切ってください。こんな感じです。こんなポロポロの卵そぼろができました。でこれがですね、非常に明太子の感じを出してくれます。そしたらここに、白だしが大さじ1。白だしをここに入れることによって、白だしをここに入れることによって、この卵に魚介の風味と味を宿らせる。これでね、非常にこの明太子の味に近づきます。はい、白だしっていうのは鰹だしがかなり効いてますんで、海の味をこの卵に染み込ませることによって疑似的な明太子を作っていきます。でここに砂糖ちょっと甘み入れてください。もう一つまみです。これね、三つ指で一つ。少し甘みが入っていると非常にソースのまとまりが良くなります。でここに鰹節、大体これも大さじ1杯なんですけども、まあまあまあ大さじ1杯って言うとこれぐらいですかね。はい、入れていきます。鰹節を入れることによってさらに磯の香りが強調されるんで、かなり明太子っぽくなります。でここにバターバターっと入れていきます。はい、でこれバター入れて溶けたら、まあ、バターっていうのは明太子パスタによく入ってるものなんで、でバター溶かしたらもうこれパスタソースが完成なので、これはこのまま、ちょっとバターが溶けたらちょっと置いといてください。感じのパスタを茹でていきたいと思います。じゃあ今度ね、パスタ茹でていきます。パスタはね、塩分濃度
1% 弱だね。 1% でやると結構ね、今回しょっぱい、ソースになりますので、ちょっと薄いかなっていうぐらいのスープぐらいの塩分に、調節してください。茹で汁、パスタの茹で汁をつけるっていうのはなぜかっていうと、人によってはコシが出るとかいう方もいらっしゃいますけども、あの 1% ぐらいの塩分ではコシ出ません。それこそ 3% って海水と同じぐらいの、それぐらいのお湯で煮るとパスタにすごくコシが出ますよっていうのは、科学的に証明されてますね。なんですけど 3% のお湯で茹でた パスタはもうそれだけでめちゃくちゃしょっぱい味がついてるんで、結構料理使いづらいです。でこれで、出来仕上がりの、30秒前ぐらいまで茹でていきますね。はい、ということで4分半ぐらいね、5分茹での 1.4 ミリのパスタだったんで、4分半茹でました。でこいつをですね、さっきのもうソースね、これちょっと冷たいんですけども、ザル使うのも面倒なんで、あのこのまま入れます。そしたらザル洗わなくて済むじゃないですか。茹で汁取っといてくださいね。あとで必要あれば少し茹で汁足していきます。ちょっと温めましょうか。ちょっと弱火にして、パラッパラッパラッと、はい、でちょっとね茹で汁も加えます。大さじね1か2ぐらいですね。でこれと、さっきの油が絡まって非常にいいですね。でいい感じになりましたね。そしたらこれ器に盛っていきます。そしたらこいつを器に盛っていきます。はい、ただねかなりね粒子は細かいんで、見た目は明太子パスタっぽくはちょっとないかもしれないんですけども、味めちゃくちゃ明太子です。はい、もうね多分食べてみれば分かると思います。はい、でここで海苔を散らしていきます。海苔ってね、あの磯の香りがするんで、これもねたらこパスタ感をすごく出してくる。あ、明太子だった。割とわさっといっちゃって大丈夫です。はい、そしてここに最後にパラッとね、この海苔を、かけていただくと、これなんですよ。こちらで明太子を一切使わない明太子完成。それではいただきます。いただきます。いただきます。俺ねこのパスタちょっとやばいと思う。本当に明太子パスタだもん、これめちゃくちゃうまい。もうね明太子パスタそのものでしかない。だしと炒めた卵がこんなに明太子感を出すっていうのが海苔必須。じゃあこれちょっと全員食った方がいいかな。あ、やばい。よし、はい、いただきます。入れました。すごい明太子パスタでしょこれ。なんでこうなるの。すごい。持ってた10倍明太子パスタです。すごい芸能人格付けみたいなやつ出せる。俺も出せると思う。目つぶって食わせたら確かにわからないかな。わかんないよね。つぶつぶ感は少ないけれど、普通にどっちが美味しい明太子パスタですかとなんかそんな感じできたらわからん。俺はすごいわかんない。わかんない。ということで皆さん、マジで明太子パスタってちょっとびっくりすると、なんでぜひ試してみてください。俺ね、俺最近よく思ったんだけど、多分このチャンネル、あの最初の挨拶と、最初の挨拶とね、なんかその挨拶の後に飲むシーンで視聴者の5割ぐらいは別の動画飛んでる気がする。だからそれを巻き返すぐらい調理工程はちゃんとやらなきゃいけないと思ってまして、今回ちゃんとやっていきますよ。